ルイ・ニコラ・ダブーは、ナポレオン戦争期に活躍した、フランスの軍人、元帥。アウエルシュタット公、エック・ミュール大公の称号でも知られている。軍事面で、腐敗のダブーと呼ばれるほど優秀であったほか、行政、管理能力でも優秀であった。下級貴族の軍人家系である、ダブー家に生まれ、祖父や父と同じく軍人となるべく育てられ、15歳で、 パリの陸軍士官学校に入校する。陸軍士官学校の一つ上に、コルシカ人のナポリオーネブオナパルテがいたが、特に信仰を結んだといった逸話は残っていない。卒業後は、祖父や父が在籍したこともある、騎兵連隊に配属され、つつましく、軍歴を始めたが、ここで、フランス革命が発生。無釈意とは家貴族であるにもかかわらず、共和主義に賛同し、 自ら駆け回って、連帯内の共和派を組織して、同僚の士官たちと対立したが、王国軍の正規士官でありながら、このような行動をとったことが大問題となり、逮捕と動くされ、軍籍も剥奪される。しかし、正常の変化に助けられて、ほどなく、軍籍に戻ることができた。その後、各地を転戦する中で、次第に頭角を表し、 若いながら優秀な指揮官として知られるようになる。同時に不死を曲げない頑固者としても知られ、裏切りを図る上官を砲撃したり、逮捕しようと自ら司令部に乗り込んだりといった逸話も残っている。共和制に対する忠誠は揺るぎないものだったが、貴族出身という出自が災いすることも多く、1793年に少々になった直後、貴族主観追放令にかかって罷免され、 軍から追放される。その後、約一年間距離で軍事研究に没頭していたが、友人知人の助けもあって復職に成功。土税将軍の指揮下に入り、構成無視にして有能さで知られた彼と信仰を結ぶ。このことが大きな転機となった。以後、六年にわたり土税の副将格として行動を共にすることになり、ドイツやイタリアを転戦。 土勢がその親友ナポレオンに誘われて、エジプトシリア戦役に参加すると、共に、エジプトで戦う。ここで土勢からナポレオンに紹介され、以後、ナポレオンに絶対的な忠誠を誓うこととなった。マレンゴの戦いには従軍できなかったため、ここで戦死した土勢の最後に立ち会うことはできなかった。その後、友人だった、ルクレール将軍の妹と結婚。ルクレールが、 ナポレオンの妹、ポーリーヌを妻としていたため、その議定という形となり、ナポレオンの側近の一人に数えられるようになる。ダブーは、その有能さと、緊直な人柄で、ナポレオンの信頼を得、ナポレオンが、定位につくと、元帥に任命される。当時34歳だったが、これは、元帥中最も若い年齢だった。 第三軍団を任されるようになると、その働きはますますさえ、アウステルギッツの戦いでは、常識外れの機動力で決定的な働きを見せ、アウエルュタットの戦いでは、数において2倍以上のプロイセン王国軍も撃破する、離れ技を演じる。特にこの勝利は、ドイツ戦役そのものを決定づける大勝利であり、皇帝はその功績を、奇軍団とその将兵たちに、 私の満足感を伝えてもらいたい。彼らこそ私の敬意と感謝の念を得る権利を永久に獲得したのである。かの元帥は不滅の武勇の、格好たる意志の、そして第一級の戦士たることの何たるかを体現してみせたと激称し、ベルリン入場一番乗りの栄養を与えた。その後もポーランド戦役で活躍、ワルシャワ公国が設立されると、 その総督となって、腐敗官僚一層に辣腕を振るい、対オーストリア戦では、エックミュールの戦いで、決定的な働きを見せる。1810年に、ドイツ方面軍総司令官となり、前線の指揮官としてだけでなく、異性者、管理者としても有能なところを示した。ロシア遠征でも、有能さを発揮するが、徐々に決断力と指導力を失いつつあった皇帝は、 その忠告愚心を取り入れることができず、遠征序盤の包囲作戦やボロジノの戦いなどは、ダブーの助言を入れていれば勝てたとされることも多い。ロシア遠征が無残な失敗に終わると、ハンブルクを拠点にエルベガワ下流地方の守備を命じられ、ハンブルクに牢上することになる。ライプツヒの戦いで皇帝の主力軍が敗北する中、ダブーとその軍団は孤立しつつ頑強な抵抗を続け、 ついに一年以上にわたって敵の真っただ中で粘り通した。彼が解除し降伏したのはナポレオンの単位のさらに1ヶ月後だったという。新王イ18世に忠誠を誓わず追放されたダブーはナポレオンがエルバ島から脱出するといち早く皇帝を支持する。皇帝は彼を戦争大臣に任命。ダブー本人は前線で戦うことを希望したが、 皇帝の方にも安心して、パリを任せられる者がいないという事情があり、やむなく、これを引き受けることになる。そして、ここでも有能なところを見せ、わずか3ヶ月で軍の再編を完成させた。ワーテルローの戦いでの敗戦を知ると、即座に手持ちの軍を引いて、敗山の遊軍を救援に向かう。その後勝ち誇るプロイセン軍を粉砕するなど、相変わらずの辣腕を発揮し、 連合軍との協定が成立するまでパリを守り抜いた。王政復古後は、再び全ての役職を剥奪され、警察の監視を受けるが、旧優、姉の裁判の折には、危険を顧みず弁護人として、パリに赴いた。その甲骨ぶりが、あだとなって一時逮捕されるなど困窮を極めたが、1817年に、ようやく名誉回復がなされて減衰号を取り戻し、 1819年には、貴族院議員となった。1822年にサビニーシュルオールジュの市長に、選出され、翌年まで同職にあった。1823年6月1日、肺結核で死去。ネイヤ・マッセナと同じく、パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。極度の近眼のため分厚い眼鏡をかけ、背が低い上に、若ハゲで、外見は冴えなかったと言われるものの、 ナポレオン騎下で最優秀と評価されることの多い将軍である。大抵の戦場において、彼の率いる部隊は重要な激戦区に置かれた上、敵より数的に不利なことが多かった。その中で、生涯腐敗とされる軍歴を築き続け、勝利の栄光で満たされていることは特筆されるべき点である。その才覚は単なる前線指揮官にとどまらず、 ナポレオンの戦略を高次元で理解し、独自に一軍を維持し指揮することのできる数少ない人物であり、行政官として組織を管理統率する手腕にも優れていた。ナポレオンへの忠誠心は信仰に近いものがあったという。ただし、ナポレオンの方はダブルの有能さは評価しつつも、その才能への嫉妬もあったのか複雑な心情を抱いていたらしく。 後にはかなり辛辣な表も残している。人柄はやや問題があり、言動はそやで非常に冷淡特に士官以上に対しては異常なまでに厳しく、部下の多くからは嫌われた。規律にやかましく公主混同を意味嫌う厳格な人物でもあり、俗物が多い同僚たちからは煙たがられることが多かったという。また、身だしなみを気にしない悪癖があったため、 服から悪臭が漂っていることもあったという。よって、友人も少なく、元帥の中で親しかったのはウディの、ねえ、グービオンさんシールぐらいのものだった。逆に意味切れっていたのは、ミュラ、ベルナドットの両名という。ありがとうございます。